第58回ユーロビジョンソングコンテストは2013年5月にスウェーデンの丸目で開催された。前年のユーロビジョンソングコンテスト2 0 1 2においてスウェーデン代表を務めたロリームが優勝したことによりスウェーデンが今大会の主催権を獲得した。スウェーデンでユーロビジョンソングコンテストが開催されるのはユーロビジョンソングコンテスト2000以来で史上5回目である。 スウェーデンテレビは複数の候補の中からマルメアリーナを会場として選んだ。二つの準決勝は5月14日及び16日、決勝は5月18日に開催された。2013年1月28日、大会で司会を務めるのがペートラ・メーデであることが発表された。2012年大会への参加を見送ったアルメニアが大会への復帰を表明する一方、 ボスニア・ヘルセゴビナ、ポルトガル、スロバキア、トルコは今大会には参加せず、合計39カ国が参加することとなった。大会のテーマは、We Are One とされ、これは文化的差や影響力を超えて、すべての参加各国の平等性と団結を象徴するものであり、これに沿って全体のデザインが進められた。過去数年にわたり、 ユーロビジョンソングコンテストでは開催国のプロモーションに力を入れてきたが、今大会で主催国となったスウェーデンは、自国のプロモーションよりも参加アーティストに焦点を当てた演出をした。それぞれのアーティストのパフォーマンスの前に放映される短いビデオクリップ、ポストカードの映像は、自国の文化や自然などを披露するものが多かったが、今大会では参加アーティストの母国での 日常風景をイメージした映像であった。優勝したのはデンマーク代表エメリー・デ・フォーレストのオンリー・ティアドロップスであり2位のアゼルバイジャン代表のファリド・マンマドフに48点差をつける合計281得点での優勝であった。スウェーデン開催の大会でデンマークが優勝するのは2度目のことである。ウクライナ代表のズラータ・オフニエビチが3位。 ノルウェー代表のマーガレット・ベリエルが4位、ロシア代表のジーナ・ガリーポバが5位であった。準決勝を免除され、自動的に決勝に進むことができる、ビッグ5の国々のうち10位以内に入賞することができたのは、イタリア代表のマルコ・メンゴーにのみであった。オランダは準決勝、決勝の制度が導入された2004年大会以来となる決勝進出を決め、同国代表のアヌークは、 決勝で9位入賞を果たした。また、ユーゴスラビア崩壊後初めて、ユーゴスラビアから分離した国々は一国も決勝に進むことができなかった。ユーロビジョンソングコンテスト2013の延べ視聴者数は1億7000万人であった。ストックホルム丸目大手堀会最高保持の1丸目、アリーナ2012年7月8日、スウェーデンテレビは、丸目の丸目アリーナを 大会の会場とすることを発表した。スウェーデンでユーロビジョンソングコンテストが開催されるのは1975年大会、1985年大会、1992年大会、2000年大会に次いで5回目であり、また丸目での開催は1992年大会以来2回目である。スウェーデン南部スコーネ地方に位置する丸目は都市圏人口で見ると ストックホルム、ヨーテボリに次いで、スウェーデンで、第三の都市であり、スカンディナビア全体で見ても、最大規模の都市の一つである。また、エーレスンド海峡を挟んで対岸には、デンマークの首都、コッペンハーゲンがあり、両都市を中心とする地域は一体として、エーレスンド地域と呼ばれる。マルメは、マルメ基礎自治体の中心であり、また、スコーネ県の県都である。 都市の大部分は丸目基礎自治体の地域内にあり、自治体の人口は8つの地区で合わせて30万3873人、うち30%ほどが外国系のルーツを持つ。都市の一部は、市境を越えて、ブーレイブ自治体にも広がっている。2010年12月時点で、都市全体の人口は28万415人であった。ユーロビジョンソングコンテスト2012で、 スウェーデン代表のロリーンが優勝したその晩、スウェーデンテレビの最高経営責任者であるエヴァ・ハミルトンは、ストックホルム、ヨーテボリ及び丸目の複数の競技場を会場候補として考えていることを発表した。なお、ユーロビジョンソングコンテスト2000の会場となった、ストックホルムグローブアリーナは2013年。 アイスホッケー世界選手権のために予約されており、ユーロビジョンソングコンテストには使用できない。スウェーデンのタブロイド紙、エクスプレッセンは、ヨーテボリとマルメで準決勝を、ストックホルムで決勝をするという、大会の会場を3カ所に分散する案を提示した。スウェーデンテレビはこの案を実現不可能として否定し、大会は1都市で開催されることを強調した。2012年6月20日、 ヨーテボリは2013年4月にヨーテボリ馬術賞主催のためにユーロビジョン開催候補地から外れたことが明らかになった。また、ヨーテボリについては同時期に開催される他の模様仕事との兼ね合いでホテルの客室数が不足する懸念もあった。以下の都市、競技場がユーロビジョンの会場候補地として挙げられた。2012年7月8日、マルメが 開催地となることが発表された。スウェーデンテレビは過去の大会よりも小さい会場を使用したい意向を示し、マルメアリーナが会場に選ばれる大きな理由となった。大会のエグゼクティブプロデューサーにはマーチン・スターダルが就任し、彼は過去大会で巨大な会場が使われてきたことをよく思っておらず、スウェーデンテレビは 大会がより距離感の少なく身近なものとなることを望んでいると話した。スウェーデンテレビはまた、欧州放送連合が近年の大会コストの増大を嫌い、大会規模をより小さくすることを望んでいるとした。視聴者病と審査員病を合わせて自国からの票を発表する形式であり、全大会までと比べると次のようにルールが変更された。 各国の審査員は自国を除くすべての参加局を順位付け、また同様に視聴者投票の結果も上位10局だけでなく、首位から最下位まで順位付けた上で、審査員の結果と視聴者投票の結果を合わせたランキングを作成する。その中で最上位の曲に12点、時点20点、3位から10位までに、それぞれ8点から1点までが与えられる。公式メディアハンドブックにおいて、 視聴者投票用に専用アプリケーションが用意されることが明かされた。2012年10月17日、エクゼクティブプロデューサーのマーチン・スターダルは、スウェーデンの日刊誌、ダーゲンスニュヘテルに対して、スウェーデンテレビは2013年大会の司会を一人とする意向であることを明かした。過去数年の大会では通常、司会は二人ないし三人であり、司会が一人であったのは、 メアリ・ケネディが司会を務めた1995年大会が最後のことであった。ペートラ・メーデが司会となることが2013年1月28日に発表された。また、2011年のユーロビジョンソングコンテストのスウェーデン代表であったエリック・サーデが控室の担当司会を務めるサーラ・ドーン・ファイナーが準決勝及び決勝において、 コミカルなリンダ・ウッドラフという役柄で登場する。リンダは前年のバクー大会でスウェーデンからの特点を発表する際にも登場した。また、決勝の開幕時にサッカー大会の視覚的デザインを手掛けたのは、ヨーテボリを拠点とする会社、ハッピー会 &B であった。2013年1月17日、準決勝の振り分けに際して、欧州放送連合は、 ハッピーカイビーによって作られた蝶の衣装やスローガン、BR-1 などの大会の四角デザインを発表した。蝶の羽には様々な色や柄が組み合わされており、またほんの小さなことが巨大な影響を作り出すというバタフライ効果を象徴している。バタフライ効果についてはよく、たった一回の蝶の羽ばたきがきっかけとなって台風が生じるといった説明がされる。 スウェーデンテレビは2013年2月19日大会で各曲のパフォーマンス前に使用される短いビデオクリップ、ポストカードにはそれぞれの国の代表アーティストが登場することを発表した。それまで過去数年の大会ではポストカードとして主催国、都市に関するものが使用されてきた。二千十二年七月十一日大会のプロデューサーを務めるクリステル・ビオルクマンは この時点で出回っているチケットを買わないように呼びかけ、チケットが公式に発売されるまで待つよう求めた。それによると、公式のチケットはまだ発売開始されておらず、会場、客席配置の計画が終わるのを待つ必要があると、された。さらに宿泊施設についても心配することはないとし、すでに主催者により多数の客室を確保しており、来客向けに開放されると話した。 2012年11月21日、スウェーデンテレビは公式にチケットの発売開始を発表した。大会には、スウェーデンの通信会社テリアソネラやドイツの化粧品、ブランドシュワルツコフが出資した。また、化粧品のイサドラや、スーパーマーケットの ICA、テトラパックもスポンサーに加わった。各国がどちらの準決勝に参加するかは2013年1月17日に、 決定された。マルメはデンマーク及びノルウェーと地理的に近いことから、両国から来るファンがチケット確保で衝突しないように、2国は同じ準決勝に振り分けないこととし、欧州放送連合によりデンマークは準決勝1、ノルウェーは準決勝2に振り分けられた。また、イスラエルは国家の祝日と重ならないようにとの要求に基づき、準決勝2に割り振られた。 その他の3カ国のうち、自動的に決勝に進出する6カ国を除いた、国々は、前年同様の方法により、5つの組に振り分け、各組から半数が準決勝1に、残りが準決勝2に振り分ける方式が採用された。5つの組は、過去の投票傾向をもとに、自画め者により算出された。これらの組から15カ国がデンマークともに準決勝1、 残りの15カ国がノルウェー及びイスラエルと共に準決勝に2割り振られた。前年までと異なり、準決勝の組み分けはくじ引きによらず、プロデューサーにより決定された。これは投票傾向が2回寄った国同士による投票行動で不公平が生じることを避け、すべての国が確実に決勝進出のチャンスを得られるようにすることを目的としている。 この決定に対する各国のテレビ放送局やファンたちの反応は様々であった。2013年1月3日、欧州放送連合は1月17日にマルメ市役所にて準決勝の組み分けを行うことを発表した。登場順は3月28日に発表された。決勝での登場順は5月17日に決定される。決勝に進出した国により、 決勝の前半に登場するか後半に登場するかを決める抽選が行われる。抽選は各準決勝が終わった後の決勝進出者の記者会見中に実施し、またビッグ5の国々は3月15日の記者会見中に抽選をする。また主催国であるスウェーデンの登場順は3月18日の各国代表団の会合にて決定された。 スウェーデンの決勝での登場順は16番目と決められた。準決勝1に参加準決勝1で、投票準決勝2に参加準決勝2で、投票2012年12月21日、今大会の参加国数が39カ国であることが発表された。2012年大会への参加を見送ったアルメニアは大会に復帰した。サンマリの代表のバレンティーナ・モネッタは、 前年に引き続き2年連続でユーロビジョンソングコンテストに参加する。ブルガリア代表のエリツハット・ドロバとストヤン・ヤンクロフは2007年大会でもブルガリア代表として共演している。セルビア代表となったモイエさんのメンバーの一人、ネベナ・ボジョビッチはジュニアユーロビジョンソングコンテスト2007にもセルビア代表として出場しており、史上初めてジュニアユーロビジョンソングコンテストと、 ユーロビジョンソングコンテストの両方に参加する。アルバニア代表のブレダル聖子は、ユーロビジョンソングコンテスト2011の、アルバニア代表であったアウレラガチェのステージで、ギター奏者を務めた。アルメニア代表のコアスージンは、ユーロビジョンソングコンテスト2010のアルメニア代表、エヴァリバースのバックシンガーであった。また、モルドバ共和国代表のアリョーナムーンは、 前年大会のモルドバ共和国代表パシャパルフェニのバックシンガーを務めた。なおパシャパルフェニは今大会のモルドバ共和国代表曲アリオナムーンのオーミーの作曲者である。エストニア代表ビルギット・オイグメールのバックシンガーはユーロビジョンソングコンテスト2001のエストニア代表であったネックスエルのメンバーであった。準決勝1の参加国のほか自動的に 決勝進出が決まっている6国のうちイタリア、スウェーデン、イギリスは準決勝1を自国向けに中継放送し投票に加わる。準決勝1の3カ国のほか、自動的に決勝進出が決まっている6国のうちドイツ、フランス、スペインは準決勝1を自国向けに中継放送し投票に加わる。12点以下の表は決勝戦において 最高得点である十二点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示すマルセル・ブザンソン賞は、エストニア・タリンで開催されたユーロビジョン・ソング・コンテスト二千二の時に発足した賞であり、決勝に参加した楽曲の中から優れたものを選出するものである。この賞の創始者は、クライスター・ビューデックマンとリチャード・ハリーであり、賞の名前はユーロビジョン・ソング・コンテストの創設者である。 マルセル・ブザンソンにちなむ。賞には、記者賞アーティスト賞作曲者賞の3つの部門がある。オガエは、ユーロビジョンソングコンテストの2大ファンクラブのうちの一つであり、ヨーロッパ各地に支部がある。ユーロビジョンソングコンテストは1956年に始まったものであるが、オガエは1984年にフィンランドで発足した。 ユーロビジョンソングコンテストに参加したことのある国は、オガエの支部を持つことができるとされ、レバノンを含む広範な国々に支部を有する。2004年に発足したオガエレスト・オブ・ワールドには、その他の国々が加入することができる。毎年、同ファンクラブでは非営利のコンペティションを実施している。今大会でもオガエ恒例の参加各国の加盟クラブによる人気投票が行われた。以下は、 その結果、上位に入賞したものである決勝の直前、リトアニアのメディアが YouTube に公開された映像を報じた。映像はアゼルバイジャンがリトアニアの視聴者を賄賂で買収している様子とされるものであり、複数の男が学生たちに対してアゼルバイジャンへの投票の見返りとして、一人20ユーロを渡すことを持ちかけるものであった。 映像中、男らはアゼルバイジャンに投票する視聴者を10人確保することを目的とし、この視聴者らは多数のシムカードを交付されて15分間の投票時間の間に可能な限り多くの票をアゼルバイジャンに入れる役割を負うという内容であり、映像中の会話では同様の活動はラトビア、エストニア、ベラルーシ、ウクライナ、クロアチア、 スイスなど15カ国で行われていると話されていた。欧州放送連合が運営する大会の公式ウェブサイトではこのニュースを取り上げ、大会主催者は公正で透明な結果に対する責務を負っていることを強調する総監督のジョノーラ・サンドの言葉を引用した。サンドは本件の調査を進めているが、これらの人物の意図は不明であり、また映像中の人物とアゼルバイジャンの代表団。 同国代表アーティストや欧州放送連合の加盟放送局であるイジュティマイティビーの関連性は確認できないと話している。さらにサンドは地震が初めてユーロビジョンソングコンテストに関わった1998年以降毎年不正投票の噂は流れていると付け加えた。アゼルバイジャンからロシアのジーナガリーポバには得点が全く入らなかった件につき、 アゼルバイジャンの大統領イルハム・アリエフは調査を命じた。ロシアの外務大臣セルゲイ・ラブロフはこの投票結果は歪められたものであるとしてこの横暴な行為を感化できないと話した。ラブロフは本件に関してアゼルバイジャンの外務大臣エルマルマン・マドヤロフと補聴を合わせるとした。また、ベラルーシの大統領アレクサンドル・ルカシェンコは ロシアから自国に得点が入らなかったことについて、不正な投票結果であると話した。今大会で優勝したデンマーク代表曲に関して、オランダの音楽プロデューサー、エリック・ファンタインは、同曲が、オランダのバンド系オティクによる2000年の曲、アイサレンダーと、冒頭部が似ていると指摘した。しかしファンタインは、また、二つの楽曲のルイジは、フルートのソロのみであり、 盗作疑惑は単なる空騒ぎであるとした。フィンランド代表のクリスタ・シーイクフリーズ、バックシンガーの女性とのキスフィンランド代表曲、マリーメのパフォーマンスは、保守的な国々を中心に論争の対象となった。フィンランドのパフォーマンスの終わりに、代表歌手のクリスタ・シーイクフリーズは、バックシンガーの一人と女性同士によるキスをし、メディアは、ユーロビジョン初のレズビアンキスと報じた。 トルコやギリシャのメディアがこの件に関して否定的に報道している。トルコの欧州放送連合加盟放送局であるトルコ国営放送は今大会に出場しないことを決めた後も当初は放映はする予定であったが後に放映もしないことに決めた。トルコ国営放送はその理由について視聴率が期待できないためとしているが欧州の多数のメディアが放映取りやめの理由を フィンランドのレズビアンキスと結びつけて報道した。準決勝1の後、決勝を前にして、オランダのコメンテーターダニエル・デッケルは、コルナルド・マースとエリック・ファンタインが、オランダの審査員を務めていることを口外してしまった。このため、決勝では審査員は、イエレン・ニューエンホイゼとアンドレ・デラーフに置き換えられた。大会決勝の開票中、控室の中継を担当するエリック・サーでは、 司会のペートラメーデに関して、ミルフと発言した。サーでの発言は、ペートラ、そちらに戻します。どうぞ、ミルフというものであった。発言は事前に用意された原稿に沿ったものであり、スウェーデンテレビは内容を承知していたが、インターネット上の一部では論争の対象となった。決勝の開票中、マケドニア共和国からの投票結果が発表された後、 まだ4カ国の結果発表を残して、司会者のペートラ・メイではデンマークが優勝を確定したことを発表した。各国の得点発表を終える前に優勝者が発表されたのは1967年大会以来のことであり、この時はアイルランドの得点発表を待たずして、司会のエリカ・ファールはイギリスの優勝確定を発表した。ありがとうございます。